コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コヘです。いつもご視聴ありがとうございます。本日の動画は 210K クラウンマジスタ J フロンティアの話と中古車を見たいと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。皆さんは 210K ロイヤルサルーン、 210K アスリート、 210K マジスタ、どの車が好きですか？トヨタ店の70周年を記念して登場した210系クラウンマジェスタ最後の特別試乗車 F バージョン J フロンティアは2016年8月29日に発売されました。グレード構成は 2493cc の方 J フロンティア673万9200円と 3456cc の F バージョン J フロンティア714万9600円の2種類がラインアップされています。新車価格は673万9200円から714万9600円です。で、マジェスタクラスになると価格がかなり高いですね。210系マジェスタの J フロンティアはアニバーサリーモデルらしく、輝かしい高級感のあるインテリアが特徴の1台です。特別試乗車だけの特別設定は大きく分けて2点あります。1つ目が木目の変化です。メープル材で積層本木目になっています。この本木目のレイヤーウッドは2色のメープル木材を積み合わせて職人の手により削り出した後、塗装磨きを行った手の込んだ質感の高いリアルウッドになっています。はい。で、昔販売された200系クラウンマジェスタも確か本木目でしたよね。で、2つ目がインテリアカラーです。スモーキーブラウンになっています。で、シートはプレミアムナッパー本革シートが採用されています。あと J フロンティアにはプレミアムナッパー本革仕様の車検証入れがついています。人と被りたくないマジェスタに乗りたい方はこの J フロンティアが良いと思います。内装色や木目の色がとてもおしゃれだと思いますし、はい。ボディサイズは全長 4970mm、 全幅 1800mm、 全高 1460mm または 1475mm、 ホイールベース 2925mm、 エンジンは V 型6気筒 DOHC プラスモーターまたは直列4気筒 DOHC プラスモーター、使用燃料廃翼ガソリンまたはレギュラーガソリン、駆動方式 FR またはフルタイム 4WD、 トランスミッション CVT です。皆さんお待たせしました。それではマジェスタの中古車を見たいと思います。何台見つかるのか楽しみですね。さあ行くぞ。カーセンサーを開きました。まずはじめはあの方の J フロンティアを見たいと思います。皆さん見てください。1台見つかりました。あら、少ないですね。 J フロンティア方は1台です。あー、やっぱり 4WD 車落ちてませんね。はい、皆さん出てきました。クラウンマジェスタ 2.5 ホ J フロンティア 4WD ですね。で、モデリスタエアロが装着されています。お、いいですね。で、ワンオーナーです。年式2016年、車検が2025年の11月まで保証付きと。で、あの 4WD 車なので排気量が 2500cc で、ガソリンはあのレギュラーガソリンで OK です。走行距離10万キロ超えてます。16万キロか、結構走ってますね。修復歴がなしで支払い総額218万円です。うん、高いな。皆さんと思いますか、この 4WD の J フロンティア16万キロ走って、うん、支払い総額が218万円っていうのは個人的な意見になるんですけども、高いなって思います。まあ、あの 4WD で、まあ、モデリスエアロが装着されているので、うん、仕方がないと思うんですけども、いいお値段しますね。で、今あの J フロンティア 4WD の、 あの特別試乗車探されている方は大変でしょうね。 4WD 車は1台しかありませんでした。 3.5F バージョン J フロンティアを次は見ます。コウヘイ TV。 それではね、皆さん見ていきます。お、見てください。5台見つかりました。あら、玉数が少ないですね。3.5F バージョン J フロンティアも。うわ、この F バージョン J フロンティアも今探されている方は大変でしょうね。
私はもう少しあると思ったんですけども、5台ですか。うわ、これ厳しいな。トヨタクラウンマジェスタ 3.5F バージョン J フロンティアです。年式2018年、車検整備付き、保証付き、走行距離約5万キロ、修復歴がありになってますね。支払い総額303万円です。トヨタの認定中古車ですね。走行距離は5万キロでいい感じなんですけども、修復歴がありになってるんで、どこを直しているのか気になりますね。はい、支払い総額303万円です。で、昔コメントで教えてもらったんですけども、この210系クラウンマジェスタには空気圧センサーっていう機能がついてるみたいです。で、その空気圧センサーの電池が切れると確か4個で10万円ぐらいするみたいなので、今からこの210系クラウンマジェスタ購入される方は購入する前にその空気圧センサーが今どうなっているのかとか、お店の方に聞いた方がいいかもしれません。はい、あとハイブリッド車になりますので、駆動用バッテリーの保証があるのかとか、その辺もね、しっかりと聞いてください。すいません、話が少し脱線してしまいました。クラウンマジェスタ 3.5F バージョン J フロンティアですね。年式が2017年、車検整備付きと保証付きと、 F バージョンなので 3500cc、 走行距離が7万キロ、修復歴がなしで、支払い総額339万円です。皆さんはこのお車高いと思いますか？もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。下側に行きます。でもまああれですね、やっぱこう見ますとこのマジェスタのフロントグリルかっこいいですね。縦型で、おしゃれですね。クラウンマジェスタ 3.5F バージョン J フロンティア、年式2018年、車検整備付き、保証付きと、で排気量が 3500cc、 走行距離約6万キロ、修復歴がなしで、支払い総額344万円です。で、 3.5F バージョン J フロンティアの新車価格は714万9600円からとなっております。はい、でトヨペットって書かれてますね。トヨタ認定中古車ですね。少し見てみましょうか。内装お邪魔します。このマジェスタの縦型グリルは綺麗ですね。で、この18インチのホイール、私はこのデザイン本当に大好きなんですよ。綺麗なフィンタイプのデザインをしていますよね。で、この210系シリーズに関してはまだこのトランクのこの幅が長いので、これがセダンだよねって言われる方が多いような気がします。今私が乗っている220系クラウンに関してはトランクのここの幅が少し短くなっておりますので、サイドからこう見た時、ちょっとブサイクじゃねっていうコメントとかもいただきました。好みの問題だと思うんですけどもね。はい、と新型クラウンセダンはもっとトランクのここの幅が短くなりましたよね。はい、皆さん見てください。内装の画像がありました。かなりおしゃれですよね。落ち着いた色をしているなと思います。で、ステアリングはウッドハンドルになってますので、これいいですよね。私は以前ゼロクラウンに乗ってたんですけども、そのね、ゼロクラウンもウッドハンドルになっていました。はい、いいですよね、ウッドハンドル。私は大好きなんですけども。はい、で、今乗っている220系クラウン RS アドバンスは残念ながらウッドではないので、ちょっとね悲しいです。はい、おシートの写真がありました。皆さん見てください。どうですか、このシートの色。もう特別使用者らしい色をしていますよね。で、片口パワーシートスイッチがついてますね。お、後席の写真もありましたね。私は今気づいたんですけども、ここがちょっと明るい色になってるんですね。で、この、真ん中のところは暗めの色が採用されているんですね。で、マジェスタクラスになるとホイールベースが長いので、かなり広いですよね。足広げれそうだな、それいいですね。で、アシストグリップとかもついていますね。で、ここにアンビエントライトって言ったらいいのかな、照明がついておりますので、これもいいですよね。おしゃれだと思います。はい、メーターの写真が出てきましたね。メーターもかなりきらびやかで綺麗ですね。お邪魔しました。このマジェスタは、344万円でトヨタの認定中古車です。下側に行ってみます。クラウンマジェスタ 3.5F バージョン J フロンティアで、お、ワンオーナーですね。年式が2016年と、
で車検が2026年の4月まで保証付き、走行距離が約5万キロ、修復歴がなしで支払い総額359万円です。走行距離が約5万キロで359万円ぐらいであります。はい、従うに行きます。でもやっぱりこう見ますと高いですね。210系クラウンマジェスタも、まあ特別使用車なので仕方がないとは思うんですけども、私が乗っている220系クラウン RS アドバンス前期よりも、いい値段しますね。はい、年式が2016年で車検が2025年の10月まで保証付きと、で走行距離を全然走っていません、皆さん見てください。でうわ、修復歴がありか、どこを直してるんでしょうね、気になりますね。で支払い総額が370万円です。はい、修復歴がありで支払い総額が370万円って言ったら結構いいお値段しますね。あ、でもまあこの車にはエアロとかが装着されていますね。なのでこのぐらいの値段になるんですかね、やっぱ。はい、下側に行ってみます。皆さん終わってしまいました。18系クラウンマジェスタが出てきましたね。はい、 4.3A タイプのマジェスタです。はい、まあこの年代のマジェスタってすごいと皆さん思いませんか。排気量が 4300cc ですからね、すごい。昔私はこの18マジェスタもう大好きでした。はい、お、皆さん見てください。うお、1997年のマジェスタが出てきましたね。1997年ってことは1号マジェになるんですかね。ちょっと見てみます、お邪魔します。皆さん210系クラウンマジェスタの、今日は動画なのにすいません、今1号マジェスタを見ています。うわ、すごいです、皆さん見てください。懐かしいな、この三角テール。昔友達がこのマジェスタに乗っていました。でクリスタルテールにしたいってことで、このテールランプをドライヤーで温めてパカッと開けてですね、中にぐちゃぐちゃにしたアルミホイールを入れてクリスタルテールっぽくしてました。はい、かなりね綺麗でした。うわ、懐かしいですね。いかついですね、やっぱこう見るとこの年代のマジェスタも。うわ、すごいな。で一回私はこのマジェスタを運転したことがあるんですけども、まあすごかったですわ。本当にこの車ハイブリッドではないのに、エンジン音がもう静かで、アクセルをちょっと踏むともう加速がねすごかったのを今でも覚えています。お、マルチの画像が出てきました、皆さん。うわー、かっこいいですね。クラウンって書かれてます、 CV。 お邪魔しました、すみません皆さん、ちょっとね話が脱線してしまいました。でこの210系クラウンマジェスタ F バージョンの J フロンティアは5台しか落ちていないので、今探されている方は結構大変でしょうね。で最近トヨタのディーラーに行った時に F バージョン J フロンティアの販売台数を聞いたんですけども、ちょっとね年式が経った車になるので、向こうの方もねわからないって言ってました。はい、なので当時どれぐらい売れたのか聞けれませんでした。はい、どれぐらい売れたんですかね。まあ中古車が少ないので、もしかしたら数は少なかったんですかね。それか今でも210系クラウンマジェスタ最後の特別使用車になるので、皆さん売らずに乗ってるんですかね。公平 TV、 皆さん210系クラウンマジェスタ最後の特別使用車 J フロンティアの中古車はいかがでしたか。価格は218万円から370万円で、台数は 4WD 合わせて6台でした。私はもう少し J フロンティアの中古車があると思ってたんですけども、大量に弾数がなかったので正直驚きました。で1年前ぐらいに J フロンティアの動画を配信させてもらったんですけども、その時はもう少し弾数があったと思いますので、まああれから1年経過したので結構ね弾数が減っていますね。なので今この J フロンティアを購入しようか考えられている方は早めに購入された方がいいかもしれません。で皆さんはこの J フロンティア高いと思いましたか、それとも安いと思いましたか。もしよかったらコメント欄に書いてください、よろしくお願いいたします。今日の動画はこの辺で締めたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。コヘでした。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。